ハローユ、えーチューブ兵庫県知事選挙行われまして、まあゼロ打ちというまあもうすぐにですね斉藤元彦元知事がですね当選したということで、まあこのニュースについて解説したいと思っております。まあ以前からですね NHK 党の立花さんと対談をさせていただいたりとか、日本維新の会の小野喜太郎さんこの間落選しましたけれども、まあ彼とも対談させていただきまして兵庫県知事選挙の情勢についてですね聞いたんですけれども、この対抗馬である稲村和美氏市民派という形でですね担ぎ上げられて。 るんですけれども実質的に、まあこれ多分昔ですね、橋本徹さんとかがですね、大阪を改革、維新の会で改革しようとしてきた時の構図と似てると思うんですけども、あの時も、えー、維新の会、大阪維新の会 VS、えー、自民公明民主、 共産ということで、えー、規制政党が全員反対したということで、全、全員反対勢力になったということで、結局、橋本徹さんはですね、知事になってから、あまあ、彼はも、もともとね、弁護士、人気弁護士で、テレビなんかにも出てる弁護士で、その知名度を利用して、大阪、ああ、不知事選を勝ったことを皮切りにして、地域政党、大阪維新の会を立ち上げて、 議会まで全部押さえてしまわなければあ、ダメだということでやられたわけですけれども。まあ、皮肉なことにですね、この斎藤知事ですね、えー、維新の会にも推薦されていた、えー、知事だったはずなんですけれども、えー、今回ですね、えー、県政局長ですかね、まあ、がパワハラを、えー、特定通報窓口ですね、通報した後ですね、身元が特定されてですね、懲戒されてしまい、その後ですね、自殺したと。まあ、その辺の因果関係をはっきりしないんですけれども、 こういう時にですね、自殺するとですね、大体告発したパワハラの知事が悪いみたいな話になるんですけど、私もですね、ライブドア事件の時にですね、関係者が自殺したんですけれども、その時も僕が悪いっていう話になりましたけれども、その時はですね、私たちの弁護士が、彼が自殺したであろう原因の一つをですね、突き詰めまして、それにより私へのですね、批判というのは、 人生化したんですけれども、こちらの場合もですね、まだ真意は不明、警察捜査機関がやったわけじゃないんで、僕の時はね、あの、検察が出してきた証拠、検察にこういう証拠あるんじゃないかということで、請求した証拠の中でですね、横領してたということが、えー、発覚しましてですね、えー、それは裁判で全部資料、証拠提出されたわけですけれども、今回の場合、えー、そういった裁判等は行われていないのでですね、証拠提出されてないので、今回のですね、百条委員会とか、こういったところでしか出てきてないような、 ことなのでまあこれは真不明のインチキ情報だということをどちらかというとですね規制マスコミ側についた方々は言っていらっしゃいますこれは面白いことにですね、えー、いわゆるライターさんとかフリーライターさんみたいな人たちもどちらかというと既存マスコミテレビだったりとかラジオだったりこういったものを信じる人たちっていうのはどちらかとそうアンチ斎藤派の意見に組みする人たちが多いんですよね、えー、なので今回ですね維新までまあ、維新もだから今回その衆議 民議総選挙で負けた一つの原因はどちらかというと規制政党側に日本維新の会がついたんじゃないかというふうに思われてんじゃないかってことも一つの原因なんじゃないかなと思います橋本さんもともとですね橋本徹さんが党首だったわけですけれども、えー、大阪維新はね でも日本維新の会になって国政政党として微妙なんじゃないかみたいな発言でたまに橋本さんが批判してたりとかするんですけれどもなんかそういう風な形になってしまったことがむしろ維新の会じゃなくて国民民主の方が真の改革政党なんじゃないかという風に国民が思っちゃったんじゃないかな少なくともネット世論に関してはそうでしょう正直これ僕の YouTube もですね本当にあの日本のですね要人たちがみんな見てるよ見てるよっていうぐらいテレビより多分 YouTube の方が見られてるんですよね政治に関してもそうだし 割と高齢の方でもですね、この配信多分見てると思いますけれども。 見られてるんですよね。だから、テレビとかのマスコミがですね、言うこと、新聞テレビの言うことよりもネットの言うことの方が信じられるんじゃないか。あるいは、それが主な情報源になりつつあるということを今回示した選挙でもあったのかなというふうに思います。兵庫県下の22のですね、市長、首長がですね、集まって斉藤元知事を批判すると、稲村さんを支持するみたいな発言をしたりとかして、まあこれで斉藤さん勝っちゃったわけですから、民意は斉藤さんにあるわけで、 え、これからおそらく NHK 党の立花さんがですね、新党を作って、斎藤知事を支援するということをおっしゃってるので、多分すべての市長選にアンチ斎藤で行った人たちは全員対抗場立てられて、ここもテレビではほぼ報道されないので、ネット世論が完全に勝ちますので、多分首を洗って待っていた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います、正直。まず多分確実に既得権益の固定票を集めて、え、ー 選挙戦ににんでもままず確実に負けると思いますこれは本当に斉藤さんにごめんなさいしてですね、私は心を入れ替えましたぐらいに言わないとですね、えー、こういった既得権益とかそういったものに組みしませんぐらいのことを言わないと、多分勝てないんじゃないかなと思います。これマジで勝てないと思いますんで、本当に、あと県議の方々も、今回リコールに加担したですね、県議会議員の人たちも、見ぎを済ませない限り、これ斉藤さんの方が民意だって、 ってことなのででおそらくですね多少の痛みがあるような改革まあ要はバーハラバーラっていうよに告発したこともですねこれまでの自分たちのやり方あそういったものを批判されてですねある意味ですねこれまでこうやってみんなで仲良くまあ、県民のお金をですね食いつぶしながらやれてたじゃないかとえー、多分そういうことなんじゃないかなと思いますそんな身を切る改革とかですねえドラスティックな改革なんかやらなくても、えー、県はうまくいってたじゃないかという風に多分言いたかったんだと思いますけれどもそんなんじゃ生ぬ,いぬるいだ とえちゃんとした改革をしなきゃいけないんだっていうことでですね、多少パワハラとまでは言いませんけれども、ある程度ドラスティックな改革をするということは、そうやってえ内部にハレーションを生むということを 仲良し、仲良し小良しでやっててはダメだってことなんで、なんだと思います。まあ、三戸正和さんというですね、元ですね、兵庫県会議員をやった人からも聞いたんですけれども、彼もね、えー、野さんという方をですね、神戸市長選かなに担ぎ出したときに、彼は民主党なんですけど、民主党の支援した、ああ、候補者を応援しないことで、裏切り者ということで除名をされたと。 いうことだったんですけれども、そろそろですね、比較すると非少数の既得権者を守る政治をするのではなく、本当に市民の側向いた政治家を多少強引な手法でも改革してくれる人を、えー、これ選んでる。多分トランプ旋風とか石丸旋風なんかも多分似たような現象だと思います。 今回ですね、さらに兵庫県知事選挙っていうところもポイントだと思うんですけれども、石丸さん、まあね、僕とですね、えー、僕の対談とかででも、ね、いろいろお話ししてたんですけれども、もう一歩足りなかった部分がある。えー、それを竹中平蔵さんと僕話したときに、えー、もうちょっと、えー、面白い論点というか、ドラスティックな論点を言った方が勝てたんじゃないかっていう話もありましたけれども、それ以上にやはり規制のマスコミがですね、 小池けいりさん優、優位ということをですね、やっぱり検伝するものですから、届かないんじゃないかということで、一息ついてしまった面もあるんですけれども、 これ、関東圏で言えばですね、東京都知事選じゃなくて、千葉県知事選とか、埼玉県知事選とか、神奈川県知事選ぐらいの、まあ、感じなんですよ。だから、マスコミも、一応ね、兵庫県もサンテレビっていうローカルテレビ局があるんですけれども、ほとんど視聴率取れてないんで、他人事とまでは言いませんけれども、まあ、そこまでトーンが、大阪府知事選とかに比べるとトーンダウンしてしまうということで、既存のマスコミの力も、東京都知事選とかに比べると弱かった、そういったところもありますし、一応、現職の知事だったわけですから、その辺の知名度を、 なんかも大きかったんじゃないかなと思います人が選挙を変える今回の兵庫県知事選挙もそうですし衆議院の総選挙も国民民主党が大躍進したということがありますのでもしかするともしかして、えー、少,数少数与党の石破茂内閣は早期に崩壊をしてですね来年の、えー、参議院議員選挙の時に衆参ダブル選挙ということも十分考えられますのでちょっとこれからの政治の世界の移り変わりに、えー、注視をしていきたいと思いますということで今日はこの辺で終わりたいと思いますどらっしゃい